Dusk turns into nightfall. Sand turns into glass. Hello and welcome to Ego Egg No. 2. 遊びながら英会話の勉強ができる英語エグへようこそ。今日は2番目でございます。昨日は英語のチャレンジというトピックだったんですけども、今日はね、ちょっとみんながあんまり考えてないかもしれないんですけども、何も勉強せずに英語をもっと上手にできるんですよ。実は今日のトピックは英語のレベルアップ技。これは英語を勉強している人だけではなくて、日本語を勉強している人でも他の外国語を勉強している人でもよくある問題を改善すれば自分の英語が良くなるんですよ。まずはいくつかの技を説明したいと思います。英語で言うとテクニックス、テクニックス。はい、まず一つのテクニックはですね、あんまり多分これは日本の学校でやってないような気がするんですけども、まず日本語の発音っていうのはかなりこう、なんていうのかな、カタ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 っていう音をする、ちょっとなんていうの、濃い発音なんですね。例えばじゃあ英語の言葉が日本語で言うと、例えばミルク、ミルクっていうともうミルク、ク、空気が全部入ってちゃんとこう最後の方のクに力入れてます。例えば僕の名前でもジョージと言いますけども、ジョージ、ジ、ちゃんと字をくっきりパッキリ言ってるんですけども、実は英語で言うと完璧には言わないんですよ。最後の力で言葉が出るだけなんですよ。もうなんかこうちょっと疲れた感じで、例えばじゃあミルクにしたら最後の音聞いてくださいよ。最後の空気でもう力をこう抜いた感じで言ってますんで聞いてください。ミルク、ク、ほらミルクではないです、ミルクではないです、ミルク、ミルク、全然力入れてない。最後の方は音がこう消えた感じで、ああもう疲れた、もう力は出ない、ミルク、ジョージ、ジョージ。最後は日本人がよく英語を喋るときには、ハロー、マイネームイズ、マイネームイズ、マイネーム、ネーム、ネーム、最後の方は全然力入れてない、イズ、イズ、イズ、ジョージ、ジョージ、もっと落ち着いた感じですね。これが一つ、考えていただきたいテクニックですね。あともう一つの、よく英語を喋る人で英語を勉強してる人でよく見る問題は自信問題ですね。自信問題、 confidence、 you lack confidence、 自信がないと伝わるんですよ。自信がないことが、そうすると自分の言葉にも伝わるんですよ。自信がないといけないんですよ、喋るときは。よくあるパターンですけども、日本の電車に乗るとだいたい周り誰も座らないんですね。いくら満車でも満員電車でもやっぱりこう最後に座るところは外人の横なんですね。でも英語を勉強しているあなた、外人の横に座りなさい。外人の横、ごめんなさい、今よくって言ったような気がするんだけど、外人の横、外人の隣に座ってください。自分の話す機会をどんどん作ってください。じゃないと英語話せるようにはならない。私は12歳から日本に住んだんですけども、しょっちゅう話す機会を作りました。特に私の場合は日本人の女の子が可愛くてしょうがないから、私の弱点は日本人の女の子ですけども、電車の中でも話す機会があれば必ず話はしたし、例えばモスバーガーに入って可愛い女の子たちがいたらこんにちはと言ったりしたんですよ。もちろん変な目で見られることもあるんだけども、こんだけの、ね、人口の多い世界ではね、いくら嫌われてもまだまだ隣に他の人がいるんで、近くに他の人がいるんで、いっぱい敵作ってもなんとかなるんですよ。敵っていうか、まあ、嫌われても。だからもっと自信を持ってください。嫌われてもいいんで、何回かは、あともう一つこの、まあ、自信に関係するんですけども、 Look at their eyes、 Look into their eyes、 目を見て話す、これはすごい大事なんですね。例えば私今カメラ目線を見てるんですけども、あなたもカメラ目線見れば我々が会話をしてる感じがしますよね。ただこうやって頭を下がったり、こうやって話したりすると私と話してるかもわからないし、なんか失礼だよね。
だから目を見て話す、あの目の中にもすごいコミュニケーションがあるから、例えば言葉が分からなくてもやっぱり目を見たら、あ、今の言ったことが伝わったとか、あ、今の言ったことは間違ったとか、そういういろんな合図が目から出るから、これはぜひ目を見てほしいです。まあ、自分の性格に合ってないかもしれないけども、世の中でね、こう自信のない人が多いと思うんですけど、まあ、日本人でもよく見るような気がするんですよ、こういうシャイな人で。でも別にシャイでいる必要ないですよ、本当に。まあ、それを言うのは簡単だけども、目をまず見る、まずあの人の目を見るのは慣れないんだったら、自分の猫でもさ、犬でもさ、見ててさ、勉強してよ。話せるようにならないと、目を見れるようにならないと、英語話せるようにはならない、上手には。アメリカ人はよく目を見て話すからね。あとか、じゃあこれは、最後ですね。これは最後なんですけども、すごい大事なことです。私は通訳の仕事をよくやってるんですけども、その通訳のお客様がアメリカに来て、一緒にあのサブウェイ行ってサンドを買いに行くんだけども、そのお客様が実は英語を意外と話せる人がいるんだけども、すごい自分がシャイでね、声を小さくするの、これが問題です。なので、より大きい声、 louder voice、 loud voice、 talk in a loud voice、 大きい声で喋らないと。なんでこれが大事なのかっていうと、 the reason why this is important is because if you are speaking to somebody and you say something in English and they don't understand you, 9 times out of 10 they didn't hear you。 わかりましたか？人を見て英語で話をかけますよね。そしたら理解してもらってないということになると、実は、十中八九は9 times out of 10、十中八九は聞こえてないんですよ。それが問題なんですよ。声が小さいから発音の問題があるんですよね、大体日本人はね。大体発音にはちょっと、もうちょっとこうアメリカ人が慣れない発音があるんで、大きい声で喋らないと困るんですよ、アメリカ人は。聞こえないから。でも大きい声で喋ると、意外とこの国にはそういうストレートの発音じゃない発音が多いから、あのその言葉自体聞こえれば実はなんとかなるんです。いいですか？だから大きい声で喋ってください。別にあの叫び声とかじゃなくてもいいんだけど、あの聞こえるように、Hello, yes, I would like a roast beef sandwich って言うといいんですけども、I would like a roast beef sandwich. I'm sorry, what? って言うと、あ、私の言ったことが分からなかったんだ。そこでまた自分の自信がなくなっちゃう。大きい声で喋ってないだけで。はい。まあそういうことなんですけども。すいません。最後にですね、今日初 self-introduction。Today is our first self-introduction。今日の自己紹介は Yes Japan のメンバーが送っていただきました。彼の名前はチクレットです。まあユーザー名ですけども、ですね、いきますよ。どっかにあります。ちょっと待ってください。あれ、わかりやすいところに置いたような気がしたんだけども、置いてないみたいですね。ちょっと待って、ドロップボックスだ。はい。はい。はい、ありました。じゃあ今度は、まずは一回、最初から最後までを見て、それからは一つ一つ、ところどころで分析しましょう。This is my 英語の自己紹介 for 英語エグ。日本の皆さん、はじめまして。My name is Kevin. I am 23 years old and I live in Maryland in the United States. I have been studying Japanese since I was 11 years old. And the reason I started studying Japanese was becauseWhen I was 11 years old was when Pokemon Gold came out in Japan. And me and my friends wanted to be able to read the screenshots that were in all the news stories. And so I went out and I bought a Japanese dictionary. I downloaded a hiragana chart. I thought, this is going to be so easy with my dictionary and my hiragana chart.And so I got my chart out and I started transcribing the text from hiragana into romaji. And then I tried looking up the romaji in the dictionary and I could not find a single word.
And the reason I could not find a single word was because I had no idea of Japanese particles. So instead of looking up inu, I would look up inu ha, or inu wa, as the case was, or inu wo. And I couldn't find anything because the dictionaries don't have particles at the end of the word. So it turned out to not be as easy as I thought it would be. But in the end, I did come to finally learn about particles and all the other things in Japanese. So thank you very much for listening. See you later. はい、それがまず、一番最初の自己紹介で、本当に本当にありがとうです。もうありがたいです。みんながこうやって送っていただけると、みんなの、役に立つ、まあ、ビデオになると思いますよ。でも今、これはアメリカ人なんですけども、本当は日本人からの自己紹介も、定期的には出したいと思います。じゃあ、今一個ずつこの自己紹介を、見てみましょう。まずは、後ろ下げて、で、多分操作の仕方が分かってきたと思うんです。ちょっと確認させてください。This is nice. できた。My 英語の自己紹介 for 英語エグ。日本の皆さん、はじめまして。My name is Kevin. I'm この自己紹介を見てるときに一つ気づいてほしいんですよ。日本語の場合は結構一定な音で喋ることがあるんですけども、英語はいろいろと強調をしながら話すんです。彼の強調するところを見てください。これは非常に自然に聞こえるようにはすごい大事なポイントなんですよ。よく聞いてください。I'm 23 years old and I live in Maryland. こうやって2つの文章をつないだのはすごく気に入ってるんですね。多分自己紹介、日本で英語での自己紹介を覚えるときは、My name is Takashi. I am 23 years old. っていう2つの文章を話して言うんだけども、この場合はよく見てください。彼は分けたんですね。This is, I am 23 years old and I live in Maryland in the United States. I am 23 years old and I live in Maryland in the United States. 彼が強調してるところもよく見てください。I have been studying Japanese since I was 11 years old. すごいですね。11歳から英語を勉強していると、日本語を勉強していると。I've been studying Japanese since I have, since I, ちょっともうちょっと、もう一回聞きましょう。My 英語の自己紹介、I live in Maryland in the United States. I have been studying Japanese since I was 11 years old. I have been studying Japanese since I was 11 years old. Have been studying. こうやって、現在進行形。Been studying. 勉強しています。Have been studying. まあ、それをよく見ると、訳すと、勉強していましたって、なっちゃう可能性があるけども、今でも勉強してるんで、Have been studying ですね。And the reason I started studying Japanese was because when I was 11 years old. And the reason why I studied Japanese, よくこの質問言葉、why とか when とかを強調することがあるんですね。This is the reason I started studying Japanese was because when I was 11 years old was when Pokemon Gold came out in Japan. Pokemon Gold came out in Japan. 日本でポケモンゴールドが出た時から、出て日本語を勉強したくなったんですね。これは、みんなにいろんな理由があると思うんですけども、多分日本人の中ですごいアメリカでも流行った番組でフルハウスという番組があるんですね。フルハウス。これを見て勉強したくなった人もいると思います。ポケモンを見て英語を勉強したくなると思わないんですけども、アメリカの漫画、映画とか、何があるんだろう教えてください。私はあんまり見てないんで、例えばシンプソンとかファミリーガイとか、まあでもシンプソンとかファミリーガイはちょっとレベルが高いんで、どうだろう。And me and my friends wanted to be able to read the screenshots that were not. なるほどね。画面、まあ、スクリーンショットのにあった日本語を読みたくなって、まあ、そのモチベーションで日本語を勉強したと。All the news stories. And so I went out and
I bought a Japanese dictionary. この強調の仕方見てください。これを真似るのがいいんですよ。これをね、後でこれ巻き戻ししてね、彼の言った言葉を全部真似してください。一回。I bought a Japanese dictionary. 私もよく日本語を勉強したときは、日本のテレビに出てくる普通の言葉を真似してやったんですよ。例えば、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Stuff like that.Stuff like that. ああいうようなものを見て真似したんですね。竹富士円ショップ、ご利用計画的に。そういうような言葉を真似すると、自分の脳の中がね、覚えてしまうの、言い方が。やっぱりね、見て読むだけじゃ意味がない。言って、なんつうの、脳の筋肉、口の筋肉が同時に動いてるのがすごい大事なんでね、体で覚えるっていうのがあるんだよね。これは口で覚えるっていうのがあるんですよ、英語。もうひらがなの表をね見て、全部それをローマ字に変換して、これならよし訳せるんだと思ったらしくて。And so I got my chart out and I started transcribing the text from hiragana into Romaji. ちょっと大きい言葉使いましたね。Transcribe.I started transcribing. これはね、要するに写したっていう意味なんですね。あるものから違うものに変換したっていうね、transcribe っていう意味なんですけども、彼がひらがなをローマ字に transcribe しました。And then I tried looking up the Romaji in the dictionary. そこからは辞書、dictionary の方で、調べようとしました。And I could not find a single word.I could not find a single word. 一つの言葉も見つからない。I could not find a single word. 一つも、ここでこう強調してるんだね。A single word. And the reason I could not find a single word was because I had no idea of Japanese particles. そうですね。これは難しいですね。日本語を勉強してる人には、上司がわからないとダメなんですね。わとかがとか、おとかにとか。これがわからないと言葉の一部だと思ってしまうことがありますね。So instead of looking up inu, I would look up inu ha, or inu wa. 犬とかをね、犬を調べるよりは犬ハとかね。これもね、アメリカ人が知らないんですよ。ハはわとして読むことが最初はわからないんですね。ちょっとこれは日本語のまあルール外のことなんですね。そうだね。辞書には助詞のついた言葉はないんですね。It turned out to not be as easy as I thought it would be. But it turned out to be not as easy as I thought it would be. It turned out はこうなりました。思ったほど簡単じゃなかったと。思ったほど簡単じゃなかった。Not as easy as I thought. In the end.I did come to finally learn about particles and all the other things in Japanese. So, thank you very much for listening. Thank you very much for listening. 聞いてくれてありがとうございました。チクレットさん、ありがとうございました。チクレットは、実は私の昔からの知り合いで、うちの会社 yesjapan.com がオタコンというアメリカでやっている、まあ、最大のアニメイベントの一つなんですけども、展示をした時には彼が、ブースの手伝いをしに来ていただいて助かりました。まあ、そういうことなんです。英語エッグのナンバー2でした。皆さんの自己紹介をぜひ送っていただきたいです。送り方はですね、簡単です。英語がちょっとでもできれば簡単です。yesjapan.com の方に行って、無料のアカウントを作って、ごめんなさい、まだ英語 .com、英語エグ .com がまだできてなくて、yesjapan.com の方に来てください。そして、yesjapan.com の無料、登録をして、それからは、yesjapan teacher George という、ユーザー、私なんですけども、探して、プライベートメッセージですね、PM。PM って言いますけども、プライベートメッセージを送ってください。そこには、ファイルへのリンク、自分のビデオファイルへのリンクを送ってください。そうすると、みんなが役に立つようなビデオ、
になるようにね、私がここで分析します、いいことがあればみんなは勉強になるし、ミスがあっても、やはりミスの方が勉強になります。じゃあ、よろしくお願いします、また明日、バイバイ。